ミニチュアピンシャーはドイツ原産のピンシャー犬種の一つである。レーピンシャーとも呼ばれる。愛好家からはミニピンと呼ばれ親しまれている。200から300年前にドイツで障害獣駆除を目的として飼育されていたジャーマンピンシャーを小型に改良固定したものである。ジャーマンピンシャーはドーベルマンの祖先としても知られる犬種である。ミニチュアピンシャーは ドーベルマンと体型が似ているため、ドーベルマンのミニチュア犬と思われていることが多いが、犬種の歴史ではミニチュアピンシャーの方が古い。原産国であるドイツでは、レーピンシャー、またはツベルクピンシャーと呼ばれている。レとは、ノロジカを意味し、ソロクに体型と歩み様が似ていることによる。ツベルクは、コビト、シュジュ。ここでは、チョコ型を意味する。小型犬ながら、 番犬としても有能で、アメリカでは、車の盗難防止や、麻薬密売者の護衛犬として用いられたこともある。機敏で活発、大胆で気性が荒く、自尊心が強い。また体質も、競争で番犬として、十分な素質を持っている。自分より大きな相手でも恐れを知らず未知の人物には、すぐさま警戒態勢を取る。知らない人や犬を警戒し吠えることが多い。 日本をはじめ、いまだ多くの国で、スタンダードのミニチュアピンシャーは、ドーベルマンと同じく整合感もなく弾をするのことが習慣となっている。弾耳に関しては特に決まりはない。ヨーロッパでは、弾耳、弾を共に禁止されている国が多く、画像のミニチュアピンシャーは、ヨーロッパではスタンダードであるが、アメリカや日本と、 ダンオが習慣となっている国ではスタンダードから外れた犬だと認識される可能性が高い。ドイツでは1987年にダン耳が禁止され、1998年にダンオが禁止された。毛色はレッド、ブラックタン、チョコレートタンの3色のみがスタンダードとして認められている。ありがとうございます。